より小さいドジャースに4パドレス24日日本時間25日ドジャースタジアムドジャースが9回にトリプルプレーを決められパドレスとの3連戦初戦を落とした動画9回まさかのトリプルプレー自打者大谷の場面ドジャース打線は3点を追う9回相手守護神ロベルトスアレスから3連打を放って1点を返し なおも無視1・2塁で打席には9番ミゲル・ロハス。初球フォーシームにはバントの構えを見せたが見送り、2球目でヒッティングに切り替えたが、打球は3塁へのゴロとなった。3塁シマチャドがボールを補給してベースを踏んだ後に2塁に送球。2塁手クロネンワースが1塁に送り、トリプルプレーが完成した。MLB などによると、パドレスのトリプルプレーは10年6月以来。 球団史上9度目。トリプルプレーで試合が終了したのはメジャー史上28度目で、パドレス史上初だという。試合後にクラブハウスで取材に応じたロハスは、初球のミバントのサインが出ていたと明かし、相手の守備位置を見て、スイングした方が良いと思った。速球を打てる自信があった。だが、残念ながらごろになってしまった、とコメント。自分の役割が果たせず、 ここ数日間はタフな試合が続いていたが、特に今日はチームを失望させてしまった、と話した。